今日これが最後のバンドになります。ご紹介いたします。 MYN ジョージビッグバンド、お願いします。Thank you.
M ジョージビッグバンド、今日はどうぞよろしくお願いいたします。最初の曲をお送りいたしましたグッドニュース、ソロは、バリトンサックス戸部邦春、ドラム佐藤雅也、マダラオジャズ1日目途中でパラパラと雨が降ってきました、ね、お客様がこう与えられてしまう、私たちこれから演奏しますというような思いを、受付でこうしてたんですけれども、本当に最後まで残ってくださった皆様本当に神様でございます、ありがとうございます。今日は皆様の最後まで聴いていってあげようというその気持ちに期待にお応えできるような演奏をしたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。それでは2曲目お送りいたします。自慢のトロンボーンセクションのフィーチャーです。 It's alright with me。
曲を聴いていたしました、小川俊、田中優子、飯塚千秋、佐世雄一お送りいたしました。ありがとうございます。はい、それでは、次の曲、マルゲリータという曲をお送りしますが、この曲諸説ございまして、まあ、マルゲリータといってパッと私たち思い浮かぶのは、ピザですよね。はい、まあ、イタリアのピザです。でそして、大人のカクテルのマルゲリータ、あともう一つお花のマーガレットではないかという説もあるんですが、今日は何でいきましょうかね。はい、じゃあ今日は夏ですしカクテルでいきたいと思います。よろしいでしょうか。困ってますね。はいでは、マルゲリータお送りいたします。
ス杉原成義、トランペット中山豊、ありがとうございました。私たち、東京から来たのですが、今後東京でも、ライブが予定があります。10月20日に、川崎ジャズというイベントで、やはりですね、1日目のまた鳥なんですが、プロのジャズコーラスグループのブリーズさんを、のバックバンドを務めさせていただきます。こちらのブリーズさん、素晴らしいバンド、バンドじゃないですね、コーラスグループですので、ぜひぜひ、聞きにいらしてください。川崎です、無料です。はい、はい、川崎ジャズのスタッフの方もこのメンバーの中にいます。今叫んでいた、はい、ものがスタッフやっておりますので、どうぞこちらもよろしくお願いしますはい、すみません。さあ、では次の曲ですね、ビューティー&ビースト、美女と野獣という曲をお送りしたいと思います。Thank you.
ピアノ佐藤舞でお送りしました。マダロージャズ実行委員コンビでお送りいたしました。ありがとうございました。それでは次の曲が、最後の曲になります。次の曲、巨大積乱雲というタイトルがついてるんですが、だんだん晴れてきて、ね、いい夕焼けも見えてきたので、明日もきっとお天気になることを願っております。はい、それでは最後ですので、ソリストの紹介をしたいと思います。アルトサックス清水聡、トロンボーン小川俊、はい、それではマダラオジャズ2016 1日目メインステージ最後の曲になります。木村ニンバス。Thank you.
とうございました。1日目のね、トリを飾っていただきました。初日ね、ちょっと雨も降りましたが、無事、お天気も回復。こちら司会陣みんな集合しましょう。マダロージャズ10周年にふさわしいね、とてもとても素晴らしい演奏が続いたと思います。明日もう1日ありますのでね、はい、皆様からも一言ずつ感想を言っていただきましょうか。はい、私は総合司会を担当しましたバードマン幸田でした。明日もどうぞよろしくお願いします。昼私も30分1ステージ演奏させていただいたんですけども、まあ、ちょっと途中雨は降ったものの とりあえずできる範囲で持ってよかったな、持ってないか、なんて言えばいいんでしょうね。でもとりあえず無事に終わって、よかったです。楽しかったです。また明日も皆さんで楽しめたらいいなと思います。ありがとうございます。ねじめゆりえでした。ねじめゆりえです。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。私は明日の、1時10分からのプロジェクト DDT さんのところで1曲だけですけど歌わせていただきます。瞬きしている間に終わっちゃうので、絶対お見逃しなく聞きに来ていらしてください。前月椎名でした。ありがとうございました。明日の司会もよろしくお願いします。はい、司会もします。はい、本日は私この3人のキャンディーズ衣装でキャンディーズのような示し合わせたかの衣装で非常に楽しい、偶然の一致なんだよね。偶然の一致なんです、衣装、はい、写真を撮るとなかなかすごく写真映えして、すごく気分的にも私も盛り上がれて楽しい一日を今日はできたんですけれども、明日はですねライブのハウステラスの方で、あ、高原ホテルテラスライブの方で、テラスライブ、はい、一緒にねじめさんと司会をしたいと思いますので、よろしかったら皆さんそちらの方にも遊びに来てください。今日はありがとうございました。はい、ね、最後までこんなたくさんの、ね、皆さんに残っていただいて本当にありがとうございました。この後交流パーティーに参加の方は6時からですが、5時半からも受付を、ね、開始します。はい、お帰りの施設はぜひ感動の壺をあまり素通りしないでぜひご協力の方よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。